こんにちは、私たちがフリソルネチューブです。ひなです。田中奈です。りんかです。今回は自分のことを一番推せるのは誰？推しツアー作ってみた。イエーイ、すごい、かわいい。今回はここにある材料を使って自分のこのね、名前あるじゃん、これでうちわに貼ったりして、まあ、自分を推しにして一番可愛く作ります。もう得意、まあ、結構ほなたち推し活とかしてるじゃないですか。だから最後に自分のうちわと共に推しフォトを撮ってくれる。そう、だからそれが、まあ、今回の目的なので、好みに可愛く作っていきます。はい、それでは聞いてみますね。シュー、フリソルネチューブ。はい、じゃあ早速うちわから選んでいきます。イエーイ。白と黒がある。そうよね、いいの、白がいい。はい、どうぞ。ありがとう。黒で。はい、黒の方がいいんかい。なんかファンの方が黒で作ってくれたから。リンカ選手は黒にします。はい、じゃあまずもうどんどん選んでいきます。はい、かわいいね。こういうの作ったことある？なんか体育祭で銃とかは。待って、わかる。ねー、え、もうこう、なに、JK 代表。JK 代表。やめてやめて。めっちゃ作ってたよね、リンカ。うん、マジでメガホンとか、あの、ピコピコハンマーとか作ってた。え、何作った？それね、バレて。え、反省も。え、そうなの？それだけで。なんで？ダメだったの？ダメだ。ダメらしい。ダメか。ダメだよ。厳しい。厳しい。厳しかった。マジ、つら。でも、ね、ルールは守りません。悪いのおる。悪いのおる。言わせたの悪い。もういつも思うんですけど、ほんまにファンのこの、あの、うちは見つけるとテンション上がる。わかる。ねえ、超わかる。しかもさ、リンカなんてさ、赤だからさ、めっちゃわかりやすいの。うわぁ、マジで超わかりやすい。マジでさ、マジでラッキーカラーやね。うん、青。みんなありがとう。びっくりした。なになに。何？これ後ろ見せれないやつじゃん。だってこうやって持つでしょ。あ、まあ、裏は見えんって感じ。そうだよ、いいんだよ。何でも見えなければ。こういうのってさ、あの、昔からさ、あの、集中したら手進まんとかあるじゃん。めっちゃ喋りながら、ああいうのめっちゃ早いんよ、終わらすの。集中したら手進まん。マジで意味わかんない。あの、集中したら手進まずに、あの、じゃけこうやって喋っちゃうってこと。喋りすぎて手進んでないみたいな。あ、 ありがちじゃん。うん、言うのないけどそれ。あの、あの、こういう図工とかこっち系に関して言うのガチ優秀じゃけん。え、マジでわかる。え、マジわかる、うん、言うね。うん、結構ヤバめ。結構結構結構、うん、え、じゃあ一番目に入るうちわは？え、派手なやつ、とにかくアイコン。あ、わかる。え、アイコン見つけた瞬間、アイコンだと超わかりやすい。だから、いいね、あの子ってもわかる。うん、人もわかるよな。口パクとかで名前言っちゃう。なんかさ、見つけた瞬間、あーって顔しちゃうんだけどさ。わかる。もうなんか可愛くない、なんかあーみたいじゃなくて、あーって言って、その瞬間を切り取ってくれてる時の自分の顔見るとちょっと笑いとか。おもろい。必死。なんでさ、ちょっと前までさ、なんか、喋りながらで切るって言ってた。いや、違うんよ。なんか、うん、喋ったらいけん状況に送られたらめっちゃ喋るんよ。わかる？黙らなあかんとき？そう。もう黙れって言われる先生に。男の、うん、おじさん先生に。うるさいみたいな、うん。言われるんよ。うん、え？みたいな。楽しい。すいません。悪ガキや。どうする？もう、リンカうるさい！お前やかましいって言われたらどうする？ごめんねって言う。怖っ。もう目が決まりよ。ごめんね、でもこれ分かんないから教えてっていう。あー、そういうこと。かわいい。かわいい。まだ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 。え、なんでそんなうまくキラキラ貼れる。いいのも、良いのも今頑張って貼るんじゃけど。やっぱそこやんな。やっぱここしかないよね。どこでもいいんだよ。いいの？人生一度きりなんじゃけど、どこでも好きなところに貼りゃいいんや。この回これ今度うちは作るの、そんな。え、マジでさ、リンカちゃん、リンカちゃん、はい、2025年マジで日本やばいらしいで。何？どういうこと？教えて、詳しく。2025は、あの、ほんまに占い師がもう、あの、海外に逃げるらしい。ええー、やばくない？多分ほんまに議論の予想的にはね、それが多分来るんや、ほんまに。マジか。じゃあこれで予言者になっちゃうの。ちょ、結構やばい。ちょっと待って、どんなスピリチュアルやったっけ。なんか、ユノシってさ、会うたびにさ、スピってるくない？どんどん。
あのね、スピットルって ちょっと言い方悪いよね、スピットルは。スピってないんよ、イノンは。これはスピってるよ。いや、スピってないんよね。だって、ノアちゃん、あのね、なんかついてると思ったら、こう体の中から、はっって出したらいいよって言って。は、言ってないでください、そんなこと。言ったんだよ、言ったマジで消えるから、マジで消えるからって言って。あ、待って待って、言ったあれじゃん、言ったわ、あんなんか。あのこうやって自分の中に膜こうやって作ってると思って、もう出ていけと思って光がこう放つ感じ膜から。え、こうやってこうやってちょ待ってやってみてって振らないと急に反応がえ、やってみて、いやいやいや、もう2度目はやらんよ。でもなんでとにかくこうやってもうこうやってなんかついとるなみたいな、ついとるなついとるなって思うみたいな時あるじゃん。なんか私今ちょっと取り憑かれとるなみたいな、あるあるじゃん。そういう時にやったらいい方向ことがあって。わかりました。ね、お願いの見せてほしい。本当にやろうか。うん、こうやってやるんよ。膜を張った状態、自分に膜があると思って、なんかもうあっち行けあっち行けみたいな思いながら、光が破裂する感じ、なんかこうパーって。わかる意味わかる？わかんない。お前わからんか。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 はい、膜あるよ。ここ膜あって、あなたね、ここについてる。もう出ていけって。光放って、光放って。わからんよ。どうやってやったらいいの？何光って、マジどういうこと？わからんか。わからんか。でもさ、ゆのんちゃんさ、そのさ、会うたびそういう話してくれるの好きなんや。それがスピリチュアル。そういうこと。ジャイフルエリー、みんなできた？できました。のじゃーん、かわいい、かわいいよ、かわいいよ、いやいや、かわいいよ、かわいい、キラキラめっちゃいいんじゃないの？ JK なんじゃない？え、JK よ。JK だよ。じゃあポイント言っていいのから。うん、いいよ。いうのは持ち手持ち手がキラキラっていう。かわいいそれ。テンション上がるじゃん、この時点で。かわいい。で、ここもキラキラじゃん。うん。ここハートで敷き詰めじゃん。うん。で、間にもハートとキラキラで敷き詰めじゃん。うん。もうかわいすぎて、やばい。やばい。マジやばい。これは、もうほんまに、かわいいです。かわいい。イエーイ。おぉ？ノアは、大好きな黒とシルバーと赤とピンク。おぉ、かわいい。なんか、このリボンのここの、かわいい、これが特徴。ねえ、思った、かわいい、かわいいと思った。あとね、ここのね、あのプリプリっとしてね、あ、スカートなの。そう、すごいじゃん。かわいいね、かわいい。スカートのつもりなかったけど、スカートにもう言われたけど、そうです。そう、スカートです。だから、かわいい。リカ選手は、リカ選手はもう絶対目立つもん。じゃじゃーん、これリンカみたいにしました。確かにいいね。後ろはちょっと反射で自分が映るみたいな。おー、ほら、お、ちょっと確認できるみたいな。そうそうそう、って感じです。イエーイ、かわいい。みんなかわいいのね、かわいい。恥ずかしくなったらこのレースで目隠してチラッと見ててね。はい、ということで推し活うちわができました。できました。じゃん。なんかファンのこの気持ちがめっちゃ分かった。えね、すんばらしい。いつもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけでもめっちゃ苦労したね、私、うん、ね。しかもどんだけどんな感じでどういう風に作れるかということを体験できたけ、うん、いい経験だった、うん、なんかじゃあ感謝せにいけんなって思った、うん、ね、楽しかったです。ありがとうございます。そして実はこれ、実はプレゼントしちゃいます。イエーイ。作ってくれてる皆さんにありがたいという気持ちを込めて、はい、作ったので、イベントの時とかに持ってきてくれたら、そう、絶対分かるから、これ当たったら、うん、ほんまに会いに来てほしい。これ持っとったら、おってなる。うん、YouTube ので作ったやつじゃないって言えるから、みんなぜひ概要欄から応募してください。チェックしてね。リンカがベタベタ触ったやつだよ。欲しいでしょ。
フリスルネッチューブでは毎回ジョイフルエリさんのフリスルを着ながらみんなが集中している熱中しているもの、人、ことについて発信していきます。毎月第2、第4火曜日の18時から公開となるので皆さんチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。お願いします。ボイボーイ、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 見せるところ間違えた。